宝塚記念第36回宝塚記念本校では京都競馬場で1995年6月4日に行われた第36回宝塚記念について衝述するレース当日のパドックでのライスシャワー阪神競馬場が阪神・淡路大震災で被災したことにより京都競馬場の震災復興支援競争として行われたこれは本来1月21日 22日に行われる予定であった京都競馬の代替開催である。当時の開催は東京競馬場と中京競馬場、さらに2日間限定で京都競馬場が追加された。このレースには関東馬のライスシャワーがファン投票の1位に選ばれて堂々と出走していた。ライスシャワーは1992年の菊花賞とーと1993年、95年の 春の天皇賞を制するなど、京都コースを得意としており、距離不適と言われながら、どういうレースをするか注目されていた。バレーは、急表記、17頭が綺麗なスタートを切った。レースは、東洋リファール、ダンツシアトル、大気ブリザードの順で進められた。一方のライスシャワーと桜地とセオは、後方を進んでいた。交渉面に差し掛かると、東洋リファールか前先頭で、 ペースが速くなっていく。しかし、3コーナーの下りに差し掛かったその時、ライスシャワーがつまずいたかように転倒。安城の的場ひとしもババに叩きつけられるような形で、投げ出されてしまった。実況していた杉本清は、大歓声が上がった。おっと、一等落馬。一等落馬。これは何が落馬したんでしょうか。ライスシャワー落馬。ライスシャワー落馬であります。と伝えた。 杉本は、ライスシャワーが落馬した時に、どの馬が落馬したのか双眼鏡で確認しようとしたが、ゲスト解説として、放送席にいた、田原誠樹が、ライスシャワー。ライスシャワー。とすぐに言ったため、その時点で落馬した馬が、ライスシャワーだったことに気づいたという、結果は、ダンツシアトルが、コースレコードで、優勝。2着には、イキブリザード。3着は、エアダブリンが入った。 ライスシャワー記念碑店として競争を中止したライスシャワーは左が一指関節の解放脱臼という外れた骨が皮膚を突き破るという致命傷を負っていたその結果ライスシャワーはその場で予後不良と診断され安楽死の処置が取られた優勝したのはダンツシアトルだがこのレースはライスシャワーの最後のレースとしてよく知られている関東までありながら 京都競馬場に縁深かった、ライスシャワーの冥福を祈り、1995年の秋に、同競馬場パドック奥に記念碑が建立された。その死から20年近く経た今もなお、石踏みを訪れて、喧嘩や備え物を捧げるファンは多く、同馬の人気を伺い知ることができる。なお、このレースは、ライスシャワー以外にも小障馬が多く出ている。優勝したダンツシアトルが高速馬場での日本レコードで、 激走した反動で、クッケンエンが再発し、このレースが、ラストランとなった。再開でゴールしたナルタ大臣もこのレースの後に、クッケンエンが再発し、引退に追い込まれている。また、3着のエアダブリンと14着のネイハイシーザーも、クッケンエンを発症し、長期休養を余儀なくされている。ありがとうございます。